この問題では、名古屋市内の小中学校の PTA が多くの備品などを学校に寄付し、その実態を市教委も把握していないことが東海テレビの取材で明らかになっています。市教委がおよそ400ある全ての私立学校などを対象に、過去5年間の PTA からの寄付について調査した結果、学校側から市教委への申告漏れなどがあったのはおよそ160校で、総額は 1>, 1億4800万円相当に上ることが関係者への取材で分かりました寄付は全体で3800件余り1億8000万円相当でその8割が必要な手続きを経ていませんでした市教委は近く結果を公表する方針です